中東さんは、福島県山郡稲葉城町にある火山である、万代朝日国立公園に属する、東連邦を構成する山の一つ。福島県と山形県の県境にある、東連邦の東大板だを主猟とし、そこから南に続く中、東火山群の南端にあり、次森の南に続く。標高は1930.6メートル。三島三角点。 中東が設置されている。東側には谷自閉出源と大倉側、西側には中津川の峡谷があり、両下線とも秋元湖に注ぐ。山体は緩やかな勾配の斜面で構成されており、浸食されていない原型地形を呈するが、東西両側は両下線による浸食国が発達し、火山地形と峡谷との地形境界が明確である。 南斜面の標高線4 0 0メートル以上は、山頂まで、大白びそ、コメツなどの赤黄山帯新葉樹林に覆われ、標高線4 0 0メートル未満と峡谷壁には、ブナ大林が広がる。古くから信仰の対象の山であり、西側中腹には、東山の神社が祀られ、主限道の山とされた。山頂に至る、登山道は存在しない。 かつては中東山北側安部を東西に越える道筋及び東山の上社から焼けのままを経由して県境の重走路に至る道筋があったが現在はほぼ完全に消滅した中東山の東側に谷自閉出現があり杉森東大頂昭小本山江星山家形山東屋が妻山に囲まれている出現中心部の標高は 約1504メートル面積は約30ヘクタールに広がり、地塔、浮島がある。湿原を構成する低炭層の階には湖生体積物の粘土層が見られ、湿原形成以前は湖水であったと考えられる。湿原の中央に登山道を兼ねた木道や案内板が整備され、近くには無人の谷自閉避難小屋が設置されている。谷自閉へのアクセスは、 浄土平からバーが原を経由して下るか、もしくは県境の重層路から大倉振動を経て下るのが一般的であるが、いずれも悪路で沢の都市を模様する。ありがとうございます。